美味しそうな果実だな。やアドルクリスティン、出番です。崩れすぎ、今です。できそうです。僕の番だな。どうされたのですか。何なのです。いいかい。分かっています。お助け。獣、これはまるで…お兄ちゃんたち、ここで出会ったのも縁だと思っておじさんを助けてくれ。戦うしかないのですか。なの。これはやはり おかげさまで助かった。お二人さん、愛してるぜ。何をなさるの。
悪かったな、ジョーちゃん。わしなりに感謝の意を伝えたつもりだったんだが。言葉で伝えていただければそれで十分です。なんて品のない人なの。もしかして。お、そうだそうだ、出稼ぎ先から故郷へ帰るためにロンバルディア号に乗ったのよ。わしの名前はサハド・ノートラス、グリーク地方出身の漁師だな。よろしく頼むぜ。ラクシャです。ラクシャ・フォン・ロズウェル。アドルニー、ラクシャ嬢ちゃんか。それにしても流れ着いた先がよりにもよってセイレン島とはな。知っているのですか。おお、グリーク出身ならガキの頃一度はこう叱られたことがあるはずだ。悪さをするやつはセイレン島へ島流しにするぞってな。このわしもよく親父に脅されてその度に書面ちびったもんよ。それだけ地元でも恐れられている場所なのですね。このような獣が潜んでいることも知られているのですか。いや、少なくともわしは今日初めて知ったぞ。有名な話だが、セイレン島に近づこうとする船は全て沈んじまう。ここが実際どんな場所かなんてこれまで誰もわからなかったはずだ。たまに上陸したなんていうやつもいたが、どう考えても眉唾もんだったぜ。どうした。そういうわけでは。とにかく調べてみないと。それにしてもついてないぜ。浜辺で拾ったこいつをあの獣の顔に偶然ぶつけちまってな。そうだろう、身を守るために拾ったんだが逆にえらい目に遭っちまった。だがこれで一件落着だな。なんだか私どっと疲れました。奇遇だな。わしもあいつに散々追い回されて疲れちまった。お、おかげでこの通り腹ペコだぜ。そうだ、お前さんたちの拠点ってところへ案内してくれよ。